息抜きのつもりで来た旅行だったのに、なんだかうまく使われた気分だ。あれ、はやっち？お前、なんでこんな時間に？二人でお風呂なんてめったにないじゃん。めったにあったら困るわ。昨日の夜、はやっちの話聞かなかったら、私おばあちゃんに会いに行かなかったと思う。だから本当にありがとね。いいよ、お礼なんて。そんな大したことしてないし。でもそれじゃ私の気が済まないし。 A few moments later。 そうだな、もはや風情しかねえわ。サモアロー、サモアローよ。